地上の者たちを元気にしているか。我は冥界の者、ペルセフォン。近頃地上は混乱の最中と聞き、魔界からちょっとした憩いの時間を送ろうと。魔界でおなじみのあの者が今宵皆のために江戸川乱歩の二千動画を朗読する。共に楽しもうぞ。あの泥棒が羨ましい。二人の間にこんな言葉が交わされるほど、その頃は窮迫していた。バスへの貧弱な下駄屋の2階のただ一間しかない6畳に、一貫張りの破れ机を2つ並べて、松村武とこの私とが変な空想ばかりたくましくしてゴロゴロしていた頃のお話である。もう何もかも行き詰まってしまって、動きの取れなかった二人は、ちょうどその頃世間を騒がせていた大泥棒の巧みなやり口を羨むようなさもしい心持ちになっていた。その泥棒事件というのが、このお話の本筋に大関係を持っているので、ここにざっとそれをお話ししておくことにする。芝区のさる大きな電気工場の職工給料日の出来事であった。十数名の賃金計算係が5000人に近い職工のタイムカードからそれぞれ1ヶ月の賃金を計算して、山と積まれた給料袋の中へ、当日銀行から引き出された大トランクにいっぱいもあろうという20円、10円、5円などの紙幣を汗だくになって積み込んでいるさなかに、事務所の玄関へ一人の紳士が訪れた。受付の女がライを尋ねると、私は朝日新聞社の記者であるが、支配人にちょっとお目にかかりたいという。そこで女が東京朝日新聞社社会部記者と肩書きのある名刺を持って、支配人にこのことを通じた。幸いなことには、この支配人は新聞記者操縦法がうまいことを一つの自慢にしている男であった。のみならず、新聞記者を相手にホラを吹いたり、自分の話が何々師団などとして新聞に載せられたりすることは大人げないとは思いながら、誰しも悪い気持ちはしないものである。社会部記者と称する男は快く支配人の部屋へ生じられた。大きな別行縁の眼鏡をかけ、美しい口ひげを生やし、気の利いた黒のモーニングに流行の折りかばんといういでたちの、その男はいかにも物慣れた調子で支配人の前の椅子に腰を下ろした。そしてシガレットケースから高価なエジプトの紙巻きタバコを取り出して、卓上の灰皿に添えられたマッチを手際よくすると、青みがかった煙を支配人の鼻先へふっと吹き出した。帰化の職工待遇問題についてのご意見をとかなんとか、新聞記者特有の相手を飲んでかかったような、それでいてどこか無邪気な人懐っこいところのある調子で、その男はこう切り出した。そこで支配人は労働問題について、多分は労使協調温情主義というようなことを大いに論じたわけであるが、それはこの話に関係がないから略するとして、約30分ばかり支配人の部屋におったところの、その新聞記者が支配人が一席便所を割ってちょっと失敬と言って便所に立った間に姿を消してしまったのである。支配人は不作法なやつだくらいで、別に気にも留めないで、ちょうど昼食の時間だったので食堂へと出かけていったが、しばらくすると近所の洋食屋から取ったビフテキかなんかを頬張っていたところの支配人の前へ、会計主任の男が顔色を変えて飛んできて報告することには、賃金支払いの金がなくなりました、取られましたというのだ。驚いた支配人が食事などはそのままにして、金のなくなったという現場へ来て調べてみると、この突然の盗難の主催は
大体次のように想像することができたのである。ちょうどその当時、工場の事務室が改築中であったので、いつもならば厳重に戸締まりのできる特別の部屋で行われるはずの賃金計算の仕事が、その日は仮に支配人室の隣の応接まで行われたのであるが、昼食の休憩時間にどうしたものの間違いか、その応接間が空になってしまったのである。事務員たちはお互いに誰かが残ってくれるだろうというような考えで、一人残らず食堂へ行ってしまって、後には品かばんに充満した札束が、ドアには鍵もかからない部屋に約半時間ほども放り出されてあったのだ。その隙に何者かが忍び入って大金を持ち去ったものに違いない。それもすでに給料袋に入れられた分や細かい紙幣には手もつけないで、品かばんの中の20円札と10円札の束だけを持ち去ったのである。損害高は約5万円であった。現在の2000万円ほどだ。いろいろ調べてみたが、結局どうもさっきの新聞記者が怪しいということになった。新聞社へ電話をかけてみると、やっぱりそういう男は本社員の中にはいないという返事であった。そこで警察へ電話をかけるやら、賃金の支払いを延ばすわけにはいかぬので、銀行へ改めて20円札と10円札の準備を頼むやら、大変な騒ぎになったのである。かの新聞記者と自称してお人よしの支配人に無駄な議論をさせた男は、実は当時新聞が紳士盗賊という損傷を持って書き立てていたところの有名な大泥棒であったのだ。さて、所轄警察署の司法主任その他が臨検して調べてみると、手がかりというものが一つもない。新聞社の名刺まで用意してくるほどの賊だから、なかなか一筋縄ではいくやつではない。遺留品などあろうはずもない。ただ一つ分かっていたことは、支配人の記憶に残っているその男の要望封鎖であるが、それが甚だ頼りないのである。というのは、服装などは無論取り替えることができるし、支配人がこれこそ手がかりだと申し出たところの別行縁の眼鏡にしろ口ひげにしろ、考えてみれば変装には最もよく使われる手段なのだから、これも当てにはならぬ。そこで仕方がないので、目くら探しに近所の車夫だとか、タバコ屋のおかみさんだとか、露天商人などという連中に、かくかくの封鎖の男を見かけなかったか、もし見かけたらどの方向へ行ったのかと尋ね回る。無論市内の各巡査派出所へもこの人相書きが回る。つまり非常線が張られたわけであるが、何の手応えもない。1日、2日、3日、あらゆる手段が尽くされた。各駅には見張りがつけられた。各府県の警察署へは依頼の電報が発せられた。こうして1週間が過ぎ去ったけれども、賊は上がらない。もう絶望かと思われた。かの泥棒が何か別の罪をでも犯してあげられるのを待つより他はないかと思われた。工場の事務所からはその筋の怠慢を責めるように、毎日毎日警察署へ電話がかかった。署長は自分の罪ででもあるように頭を悩ました。そうした絶望状態の中に、一人の同じ署に属する刑事が市内のタバコ屋の店を一軒ずつ丹念に歩き回っていた。市内には舶来のタバコを一通り備え付けているというタバコ屋が各区に、多いのは数十軒、少ないところでも10軒内外はあった。刑事はほとんどそれを回り尽くして、今は山手の牛込と四ツ谷の区内が残っているばかりであった。今日はこの両区を回ってみて、それで目的を果たさなかったらもういよいよ絶望だと思った刑事は、宝くじの当たり番号を読む時のような楽しみとも恐れともつかぬ感情を持って、
テクテク歩いていた。時々交番の前で立ち止まっては巡査にタバコ屋の所在を聞き出しながらテクテクと歩いていた。刑事の頭の中はフィガロ、フィガロ、フィガロとエジプトタバコの名前でいっぱいになっていた。ところが牛込の神楽坂に一軒あるタバコ屋を訪ねるつもりで飯田橋の電車停留所から神楽坂下へ向かってあの大通りを歩いていた時であった。刑事は一軒の旅館の前でふと立ち止まったのである。というのはその旅館の前の下水の蓋を兼ねた御影石の敷石の上によほど注意深い人でなければ目に留まらないような一つのタバコの吸い殻が落ちていた。そしてなんとそれが刑事の探し回っていたところのエジプトタバコと同じものだったのである。さてこの一つのタバコの吸い殻から足がついて指し物紳士盗賊もついに極利の人となったのであるが、そのタバコの吸い殻から盗賊逮捕までの経路にちょっと探偵小説じみた興味があるので、当時のある新聞には続きものになってその時の何がし刑事の手柄話が載せられたほどであるが、この私の記述も実はその新聞記事によったものである。私はここには先を急ぐためにごく簡単に結論だけしかお話ししている暇がないことを残念に思う。読者も想像されたであろうようにこの関心な刑事は盗賊が工場の支配人の部屋に残していったところの珍しいタバコの吸い殻から探偵の方を進めたのである。そして各区の大きなタバコ屋をほとんど回り尽くしたが、たとえ同じタバコを備えてあってもエジプトの中でも比較的売れ行きの良くないそのフィガロを最近に売ったという店はごくわずかで、それがことごとくどこの誰それと疑うまでもないような買い手に売られていたのである。ところがいよいよ最終という日になって、今もお話ししたように偶然にも飯田橋付近の一軒の旅館の前で同じ吸い殻を発見して、実は当てずっぽうにその旅館に探りを入れてみたのであるが、それがなんと行幸にも犯人逮捕の端緒となったのである。そこでいろいろ苦心の末、例えばその旅館に投宿していたそのタバコの持ち主が工場の支配人から聞いた人相とはまるで違っていたりしてだいぶ苦労したのであるが、結局その男の部屋の火鉢の底から犯行に用いたモーニングその他の服装だとか別個縁のメガネだとか透けひげだとかを発見して、逃れの証拠によっていわゆる紳士泥棒を逮捕することができたのである。でその泥棒が取り調べを受けて白状したところによると、犯行の当日もちろんその日は職工の給料日と知って訪問したのだが、支配人の留守の間に隣の計算室に入って例の金を取ると折りかばんの中にただそれだけを入れておいたところのレインコートとハンチングを取り出して、その代わりにカバンの中へは盗んだ紙幣の一部分を入れて眼鏡を外し口ひげを取り、レインコートでモーニング姿を包み中折れの代わりにハンチングをかぶって来た時とは別の出口から何食わぬ顔をして逃げ出したのであった。あの5万円という紙幣をどうして誰にも疑われぬように持ち出すことができたかという質問に対して、紳士泥棒はにやりと得意らしい笑いを浮かべて答えたことには、私どもは体中が袋でできています、その証拠には押収されたモーニングを調べてごらんなさい、ちょっと見ると普通のモーニングだが実は手品使いの服のようにつけられるだけの隠し袋がついているんです。5万円くらいの金を隠すのはわけはありません。シナ人の手品使いは大きな水の入ったどんぶり鉢でさえ体の中へ隠すではありませんか。さてこの泥棒事件がこれだけでおしまいなら別段の興味もないのであるが、ここに一つ普通の泥棒と違った妙な点があった。そしてそれが私のお話の本筋に大いに関係があるわけなのである。というのはこの紳士泥棒は盗んだ5万円の隠し場所について一言も白状しなかったのである。
警察と検事邸と公判邸とこの3つの関所で手を変え品を変えて攻め問われても彼はただ知らないの一点張りで通した。そしておしまいにはそのわずか1週間ばかりの間に使い果たしてしまったのだというようなデタラメをさえ言い出したのである。その筋としては探偵の力によってその金のありかを探し出すほかはなかった。そして随分探したらしいのであるが一向に見つからなかった。そこでその紳士泥棒は5万円隠匿の過度によって窃盗犯としてはかなり重い懲役に処せられたのである。困ったのは被害者の工場である。工場としては犯人よりは5万円を発見してほしかったのである。もちろん警察の方でもその金の捜索をやめたわけではないが、どうも手ぬるいような気がする。そこで工場の党の責任者たる支配人はその金を発見した者には発見額の1割の賞をかけるということを発表した。つまり5000円の懸賞である。これからお話ししようとする松村武と私自身に関するちょっと興味のある物語はこの泥棒事件がこういうふうに発展している時に起こったことなのである。楽しんでいただけただろうか。地上は想像もせぬような大変な最中ではあるが、共に乗り切れるようこちらも全力を尽くす。それではまた会う時は。